で。私脱ぎます。ヌード写真集出します。え、ちょっと待って、何、どういうことそれ。だから脱ぐんです。あ、ちょっとすいません、やめてもらっていいですか。いいですよ、いいですよ。よくはないよ。なんでですか。すいません、止めました。ちょっと私脱ぎます。ちょっと待って、それ分かんねえ、分かんねえ、何言ってんの。うんうん、決めたんです。ちょっと待って、ちょっと待ってって、ちょっと落ち着けよ。何、全然分かんねえ俺。分かんないですか。さて、あの写真のことだってあるんですよ。それとさ、今の話別じゃねえ。話が、いや別じゃないですよ。だってあの写真がなかったら私だって脱ぐかどうか分かりません。ちょっとすいません、それ回ってますよね、さっきから。いや回ってますよ絶対。ちょっとやめ、いいじゃないですか。ドキュメンタリーなんだから。だからダメなんだよ。なんで。一次審査合格おめでとうございます。 ありがとうございます。まあでもね、アンリちゃんですからね、その辺はね当然ですわな。いえいえいえ。決勝までの流れをですね説明していきます。はい、1日目にですね、水着の審査と、はい、あと課題のダンスの審査を受けてもらいます。ダンス、ダンスあるんですか。で、2日目が歌の審査ですね。はい、それで、はい、ダンスのレッスンスタジオなんですけども、はい、一応こちらでご用意をしています。 ありがとうございます。16時ぐらいとかって大丈夫かな。渋谷か新宿ね。杉原、杉原。おはようございます。何これ。男だね。ちょっと前に別れたんですけどね。ちょっとこの人おかしかったんですよね。なんで今頃出回るのよ、そんなの。てか何やってんのよ。なんで持ってるんですか。そっち系の出版社が持ってんだよ。それ出そうとしてんの、なんとか抑えてんのよ、こっちで今。抑えてくださいよ。抑えますよ、言われなくても。そいつさ、一般人、業界人かってことですか。そう、業界人って言ったら業界人ですけど、でも芸能人じゃないです。プライバシーをしていけっか。絶対金目当てだよそれ。その顔は絶対金目当てだよ。それでですね、今日から決勝までの1週間の私生活とか日常をですね、はい、カメラに収めてほしいんですよ。はい、はい、自分でですか。そうですね、もうツイッターとかブログみたいな感覚でもういろいろ撮っちゃって全然構いませんので。はい、わかりました。で、杉原さん、はい、それ回ってないか。審査員の人とかも見ますので。嘘。そうですね、だからまあできるだけいろんなもの撮った方が多分トップだと思います。わかりました、ありがとうございます。こんな感じかよ。私は今、あ、おはようございます。テレビ東京さんのタレントプランクに来てます。さて誰かいるでしょう。する？なんかプライベートな感じを撮る、ね、どんぐらい回ってくるか分かんないですよね。なんか家のソファーとかでも撮るのかな、うん、かな。すごいね。ここにちょっと、うん、私について何か一言もらってもいいですか。何、杉原さんについて。何でもいいの。何を。何でもいい、お願いします。はい、じゃあ言います。あ、こっち向き、はい、どう、うん、アンリちゃんワン。あ、
ちゃんも取材？うん、取材、うん、私まだ取材残ってるから、うん、じゃあまたね、うん、またね、バイバイ、ありがとうございました、お越しくださいませ。おばさん、ありがとう。アイテック、チェックです。ちょっと待って、今おばさんって言ったよね。え、そうでした？そんなセリフないでしょ。監督、はい、今おばさんってそんなセリフありましたっけ？あんちゃんアドリブ？はい、そうです。オッケーオッケー、いいよいいよ。ちょっと待ってください、私はいいんですけど、事務所的に NG かと思うんですけど。はい、チェックオッケー。チェックオッケーでした。はい、チェックオッケー。はい、じゃあ高橋さん、高橋さん、はい、はい、ありがとうございます。お疲れ。お疲れ様です。グラビア業界って悪口って多いんですか？まあ女の子同士がたくさん集まるとこなんで、やっぱりそれなりにあるんじゃないんですか。ほっとくが一番ですかね。何見てるんですか？掲示板です。掲示板？ここに私のことがたくさん書いてあるんですよ。どういう内容なんですか？あ、いらっしゃいましたよ。あれが超有名なプロデューサーさん、伊藤プロデューサーです。あのこのカメラに向かって何してんの？あの、はい、私のことをちょっといろいろと聞きたいなと思って。だからテレビとかもう興味ないですって感じかと思ってます、はい、いやそんなことないですよ、頑張ってるんですけど。なんとか伊藤さんのお力でバラエティもよろしくお願いします。バラエティ、はい、バラエティね。でもちょっと兄ちゃんはバラエティは難しいんじゃない？なんかでも頭いいのはなんかすごい、はい、頭いい感じっていうのはすごいなんかわかるんだけど、はい、こう話してても、はい、なんかこういう感じじゃないですか。ああ、なんかこうなってこないっていうか、なんか空回りしていくというか、はい、接点がないみたいな。そうですよね。だからぶっちゃけ向いてないっていうか、あ、向いてないんじゃないかな。ま、若干嘘だけど、はい、なんか大丈夫、本当に泣きそうになってた。いやいやいや大丈夫です。まあ、はい、一回飯って感じ。グラビアアイドルって疲れない？疲れますよ、平気ですけどね。本当出してるらしいのよ、あの写真に。出版社がいくらぐらいですか？そんなこと教えてくれるわけねえだろ。